スマグロオオヨコ横イは、カメムシ目、横灰亜目、大オ横オイ化に分類される昆虫の一種。鮮やかな黄緑色が特徴的で、バナナムシとしても知られる。都市部を含め、日本各地で普通に見られ、また、作物の汁を吸う農業外中でもある。大きさは、先端から後端が約13ミリメートル。背面は全体に黄緑色。 ただし、死ぬと色あせて、投光色になる。頭部は、前胸より幅狭く、背面に、大きな黒い楕円形の半紋がある。前胸背には、円形の黒縁が3個、正三角形に配置する。小立て板にもその中央に丸い黒縁がある。前種は全体に、投光色で、先端には青黒い色の幅広い帯がある。後種は全体に黒か主色で、半透明となっている。 幼虫は、外形は皮脂形に近く、全体としては、光沢があって、透明感のある金色をしている。頭立ては、幅が広く、前に大きく膨らんでいる。中胸が幅広く、死がは大きい。越冬は、成虫で、4月下旬頃より、植物の若葉などに暮らし、交尾したメスは5月半ばに、植物組織内に、数粒ずつを線上に並べて産卵する。 一メスの産卵数は50程度。卵は白くて、長大円形、長さ約2ミリメートル。深には2から3週間を要し、幼虫は夏には浮かする。春から初夏に幼虫が出現し、8月には林園の草の上などで、修霊幼虫を見かけるようになる。幼虫期は5例。メスは秋に羽裏などに8から10個の卵を並べた、形の卵塊を生む。越冬は、 成虫で行う。交尾中越冬中の個体口器のくぼみで、発見本州、四国、九州、津島に分布し、低山地の森林地でごく普通に見られる。様々な植物より吸収し、二十歳にも出現することがある。沖縄での記録があるが、誤りと考えられる。多くの植物の汁を吸い、その中には、作物も含まれる。大豆、落花生、クワ、 ブドウ、柑橘類、柿、イチジクなどの害虫とされる。ただし多くのものでは、実害が出るほどの影響はない。ただしクワでは、球渋や産卵による傷で、枝の成長が阻害されることがある。他方でこの類では大型であること、また都市部の植え込み等でも発生し、各地で普通種であることから広く親しまれており、その形と退職から、 バナナ虫の愛称が与えられているのもこれを反映するものと思われる。ABN 受編、P201 以下主として伊藤田編著 P146 志村編 P103 志村編 P103 伊藤田編著 P146 志村編 P103 梅谷岡田 P605 ありがとうございます。